それでは遠藤選手です。まず川崎戦振り返っていて、まあ最下位初戦ってことでしたけど、まあ安ベンチからだったけど、見ててどうだった？雰囲気とか。まあ、まず試合できる喜び、やっぱり練習試合と雰囲気はやっぱ違うし、まあ、そういう雰囲気作りをしようっていうのも、まあ、ベンチメンバー含めて全員で話してたんで、まあ、そういう意味では本当に試合できて本当に嬉しかったし、本当にみんなのおかげ、サポーター鹿島のサポーターもだし、J リーグの応援してくれてるサポーター、日本全国民の方のおかげでこうやって試合できたかなと思ってます。まあそういった中での試合だったけど、まあ入りがね、まあちょっと疑惑だと思うんだけど、やっぱああいう形で失点してしまうっていうのはちょっと苦しくなってしまうよね。ですね。まあ判定はオフサイドだったけど、まああれ取ってくれないと正直うちはゾーンでやってる意味もなくなっちゃうんで、まあ苦しいとこではありますけど、まあでも1点取られてから、まあその後のアクションもちょっと重かったし、まあそういうところはうちらの反省すべきとこかなとは思います。まあそういう中で後半から安出場あって、まあ本当に、まあ、最近、まあ、ザーゴになってから真ん中やるようになったけど、間で本当にいい形でボール受けるよね。ですね。まああまり自分意識してるのはまず下がらないことは絶対意識してるんで、そこで受けるのがまあ自分その間と間っていうかトップ下の仕事だと思ってるんで、まあそこは常に意識してやってますね。だね、いい形、まあ、後半、まあ、終盤なんかも押し込んだ形だから、そういう中で1点取れたら違ったのかなって思ったんだけどね。まあ何回かチャンスあったんでそこで入ってくれればよかったのかなとは思いますけど、まあでも後半のあの形、まあああいうのをまあ90分続けなきゃいけないっていうのはまあみんな分かってると思うし、まあそれをやるために今までずっと練習をやってきたんで、まあそういう意味は前半のその立ち上がりとかも、まあちょっと相手をリスペクトした部分も若干あったのかなと。まあそういう意味では本当にまず自分たちのサッカーというのを自信持ってやるのが大事なのかなと思いますまあ、そういった中で今度中3日で、ね。鹿島で、札幌戦がありますけども、まあ、札幌は今年の、ね、一中回、断期間中に一回やっね、1てま回すやってね。なんとなくこうイメージはついてると思うんだけど。まあ去年から変わりないメンバーだし、フォーメーションもあんまり変わりないと思うので、まあ対策としてはまあそこまでなんか特別なことやるわけではジェラはないと思うんですけど、まあ本当にまずはね、監督が求められていることをまずやるっていうことが大事なのかなと思います。まあそういった中でやっぱりまず一つ勝ちたいよね。勝ちたいですね。勝ちたい まあ勝ちたい。まあサポーターもね、勝利を期待してるし、まあ再開、鹿島での、まあ、リモートマッチになるけど再開ということで、たくさんの方が期待してると思います。サポーターにメッセージをお願いします。まあ僕自身鹿島スタジアムで試合するのは多分半年ぶりぐらいになるのかな、多分なのですごい楽しみですし、ぜひ皆さんに見てもらいたいと思うので、はい、よろしくお願いします。期待し ます。はい。ありがとうございます。